大体、監督って大体3種類なんですけど、全く当てはまらない、松井君に、だから電話の前でバット振らせて、<laughs> その音を長嶋さん聞いて、<laughs> うん、それだっていう話があ1995年から FA 宣言をして、読売、うん、ジャイアンツに移籍されたと。そうなんですは まあ今みたいに FA を自由にできる時代じゃなくてまあ少し自由に FA っていう権利をもらったけど自由に使える時代じゃなかったっていう意味なんですけどもでも自分の中では FA をしなくてもしても両方後になった時に後悔するともしした場合にも FA した後悔するだろうししなかった時だってじゃあ俺 FA をしなかった時どうだったんだろうっていう。 絶対わだかまりというか何かこうもやもや感が残るんだったらしてしまったあしあ後悔をしようと思ってしたんですけども<ー>、えー、当初は失敗だったなずっと失敗したなと思ってましたよ。そうだったんですか、はいえー、したこともない <coughs> 骨折をジャイアンツに行って3回もするしまあそれでだいぶ野球人生あの4打席立つことができなくなったんですけども。 でも今となってはもちろん一筋っていうのもすごいいいと思うんですけど、うん、その3つのタイプの組織を経験すると、はい、あのいいところも悪いところも分かるので、うんうん、それは自分の、まあ、今人生観の中に出てますんでね、うん、当初はいろいろ自分のキャリアのことを考えたり、うん、そのえたり。 自分の今の位置、まあ、ジャイアンツやタイガース行った時の自分の位置を考えたときにいろいろ後悔しましたけども、うんうん、でも、もう今はもう行ってしててかっったなと思ってます青島さんはこの決断どういうふうに見てました、はい、いやもうねヤクルトの看板選手ですからね、うん、ちょっとまあ正直何かあったかなとかどうしたのかなっていうのはありましたけどただ、あのただ普通に考えた時にね まあ、トラちゃん、僕よりもちょっと年下ですけど、うん、やっぱりあのジャイアンツの、ね、やっぱりブランドというか、ねうん、ジャイアンツ、まあ、僕らも子供の頃から王さん、長嶋さん見て育ってきてジャイアンツ戦見て、ね、野球いいなと思ったあの世代ですからどこかで最後はやっぱジャイアンツの日本も期待っていう、うん、そう野球選手のなんか思いみたいなものは、ね、あの頃はみんなどこかあったんだと思いますよ。 あの関西の方が同じかどうかはあれだけどもねでもなんかそういうものがトレジャーの中にもねやっぱりジャイアンツのユニホームっていうものに対しての何かもあるのか、うん、そこが一番やっぱさ大きく働いたかなっていうふうには見ましたけどね。あたりはま,あありましたよ、うん、<laughs> 当然。うん、<laughs> 私はあの長嶋さんに憧れて野球をやったので、うん、その人でやりたいっていうのもあったしでも、うん、自分が FA するっていうのは当時裏切り者って言われましたから。うん そういう感覚が多分あの世の中の人たちの頭の中の概念にあってまあそのといろいろみんなの顔もチームメートの顔も浮か,ぶ浮かんだしでも、さっき言ったようにした失敗をねやってしまったしあの後悔をしようと思ったのででもジャイアンツに行ってもジャイアンツの組織としての良さもあるし悪さも知ってるしねそれはヤクルトもそうですしだタイガースもそうなんですけど。 いろんなことを知ったっていうのが非常に良かっったと思ってますねで実際にその、まあ、行かれたジャイアンツ、うん、そして長嶋監督どういった当時、まあ、こう違いといいますか、まあだったりとかあ長嶋さんこんな人だなというような印象だったりとかいかかがでしたか<ー>ジャイアンツの印象そもそも監督が選手を動かす時に大体3種類の監督に分かれてて。 まずは情で人間を動かす。で、その次には理で動かす。最後は恐怖で動かす。恐怖っていうのは怖い監督ですよ。大体この三種類に分かれるわけですよ。その理論的に動くのか、情的に動くのか、恐怖で動かすのかってこう大体監督って大体三種類なんですけど。 全く当当ててははままらない。何野村さんならもう理的にね理論的に理論と情例えば星野選手さんだったらそれは恐怖と情ね、こうこういろいろ使い分けるわけですよこんななんなんなんだろうなってそれはケンさんもねいっぱい歴代の監督いっぱいいるでしょうけ大体この中には当てはまるでしょうはい なんかどこに入らないんですよ。<laughs> じゃあ、理でも情でも恐怖でもない何なんだろうね、これはもう、助からないですよ、<laughs> うーん、行こうかって言ったら、あいいですかって、<laughs> そうなのかなと誰かがね、はい、最初に、なんかで、昔、えー、とオープン戦のなんか戦ったら、MVP が200万もらえた時があって、はいな、なんかあったんです、はい、交,交流戦がなかった頃に。はい そのオープン戦の勝者の MVP に100万か200万もらった時に、はい、ジ,ジャイアンツが優勝して誰かがもらった時に200万、うんうん、これで1回しかご飯食べられないなって言った時に <laughs> そうですねって言っちゃうんですけどあ考えると200万1回で使うわけないだろうと思う会社ですね、えーうん、でも、意外とケアは短いですよ。あそう意外とケアは短い<ー>だけど 怒ってたなと思うと次は違う全く違うことを考えてますよ。何かちょっと気が短いなと思われるなんかそういう時。ベンチでもう怒ってますもん。正しい正しですよ。野村さんならもう誰が見ようがテレビが来ようがって一回言い出すとまあぼやきだ愚痴や言い出すともう全然止まらないんですけど長嶋さんは下向いてブ上向いたって感これはすごい切り替え早い。 はい、<ー>で、なんかもう、選手がとんでもないミスをして、まあ、変なことになるじゃないですか。はい、そっとしろいって、バーンと蹴って、くると、ふんって格好して。まあ、バケツがなんか、バーンと蹴って、もう、もう、にこって笑って、こうやって帰ってきますよ。だから、多分、テレビ見てる人、残念わかんないと思います。ね、穏やかな、まあ、雰囲気と言いますか、朗らかなイメージだったんですけど。もう全然、すんごく怒ってる時も、選手に誰か怒りたい人いるでしょうそんな時も。うん じゃあまた明日って帰るんですだけど帰って後で、まあ、聞くんですけどその運転手さんの後ろ,あの後ろにいるわけじゃないですか後部席にね、うん、で運転手さんがいたその助手席誰も座ってないところはダーッって蹴ってね <laughs> <laughs> とか,だからそういうところ一人に見せないっていうのがすごいなと思って、うん、まあずっとスターで来たから身についてるものもあるんだろうけどねあるんでしょうね、うん さすすがミミススタターーといいうん、ただあの、えー、ヤクルトの時もそうですけどもヤクルト以上にそのキャンプの時にジャイアンツって、はい、とんでもないお客さんファンのことが来てはい、はい、当時ね、ね、うん、宮崎の,あの納得球場には L 字になるからここ2キロか3キロつながっちゃうんですよ、はい、駐車場に入れずに。あ<ー>もう今の考えられないぐらい渋滞しちゃうんですよ駐車場に入れなくて。うん だもうお客さんいっぱいなんですよ。だからミスター来るとみんなブワーってなんかモードの実感じゃないブワ <laughs> ーってなって長嶋さんこういろんこうやってみんないろんな挨拶するんだけども、はい、気に。 若い女の子は「うん君はどこから来たんだ?」って止まっちゃうんですよ。で「うんで」とか言ってあとは気に入らない女性とか、「ありがとう」って気に入ると必ず「どうだ?」ってこうってね。ところで野村さんもそうなんですね。って言うけど聞いたこう来ると。 どっって英雄っていうのはそういうもんなんですかね、英雄っていうのは野村さんもね、いつもベンチで女子アナとかそれの記者とかね、いつも話したもんね、話ししてまたね野村監督と長嶋監督、そんな共通点がだけど、あの巨人とヤクルトにいた時は、ほとんどそば寄らないですよね、試合前の握手だってしないんだよくさ、両チームの。 監督に花束の贈呈ですとか言って2メートルぐらい離れたところでとりあえずあのね地方のゲームなんかもらうじゃないですか、うん、そうしたら監督同士が一応握手するじゃんこうやってしないもんねあれは野村さんが悪い野村さんが長島さん攻撃を永遠と報道陣を使ってやるわけですねあれはね<う>あれ野村さんがかわいいんです <laughs> あれは嫉妬です嫉妬,嫉妬やっぱ実際にあったんですねそれはもうやっぱりいっぱいありましたよでもね 野村さんってジャイアンツ以外の試合は普通にいつも冷静にいろんなことを分析しながらやるのに、はいはい、ジャイアンツ戦はテンパっちゃうんですよ、<ー>野村さんも。あ<ー>わちょまあそういうんだけど全然こう、テンパっていくのが分かるんですね、2人やっぱりちょっと意識しながらやるんですね,、うん、ねやっぱりさすがの名将も、うん、っやっぱり相手がジャイアンツ、長島。 なると少しテンパりますね、えー。らしさが見えないときありますよ。長嶋さんもそうでしたよ。長島さんも他のやるときはうんどうだ今日はうんって言ってんのに、ヤクルト戦になってくると少しこうテンパっ,てってこの野村やろうと思ってるでしょうね。多分多分ね、うんっ思ってるでしょうね。少しテンパるんですよ。ああミスターもなんだヤクルトにいるときは。うん どんどん野村さんが長嶋さん攻撃してても、はい、もうなんてうんかねもうポンってやってる感じで何にも気にしないと思ってたのに、はい、行くとやっぱり気にしてるんですよ、ね、見せないですけどそうだって野村さんだってねとか何回でパ・リーグで本当すごい活躍して、うん、まあ600本以上のホームランを打ってにもかかわらずですよ もう完全に主役やっぱりずっと巨人、ON に取られっぱなしだもんね、それは悔しいもう時間の連続だったでしょうね、だからさ監督になってからだって、大江戸、巨人には負けるもんかっていうのは、それはもう人一倍あったし、でもそれがやっぱり野村さんの研究、熱心さとか、野球を極めるエネルギーに、それは間違いなくまたなってたんだと思いますけどね。 で先ほどあの、ね、野村監督からの予の番への心得だったりとか、はい、そういったものを受け継いだとおっしゃいましたけど長嶋監督から何かそういった予番打者任されるいやそういうのはな,なかったですね、うん、でもうんなんさっき言ったようにどういうふうにその長嶋さんをこう表現したらいいかわからないですよ <laughs> よく長嶋さんを太陽だという人いますけど。うん まあそうやればそうなんかなと思っちゃいますよね。トとらちゃん長ミスターと話なんかするの、そもそも。あ、しますよ。挨拶するの。野球の話としては記憶が合わない。ただ、ああそういう <laughs> そういう野球じゃないような話ね。はい。うん、えっと長島さんはその当時松井秀喜をこう指導してたんです。うん、はいはい。で、だいたい遠征に行くと。 夜あ夜かな昼昼も夜もま松井秀喜を呼んで、うんうん、長嶋さんの部屋でバーって振らせるわけですよ。はい、でたまーに僕も呼ばれて振らされあのスイングを見なんだそのころはね「もうフェッ!」って言っわ!」ってすっごい気合い入ってんですよ。はい、で一度5時って言ってたらいいかな5時ラブだ時ラブだ時ラブと松井秀喜が「打って」ってこう見たけど。はい 2人すんごい気迫ですよ、うん、スイングで、うん、って、長嶋、うん、さん、ふ、うんなっ、ふってって、すごい気迫,気迫で、こういう姿もあるんだなと思ってね、松井君のスイングとかも、音でね、うん、あの電話で音聞いてなんて話、あるよね、ありますよね。あ 松井君にだから電話の前でバット振らせて、うん、その音を長嶋さんが聞いて <laughs> うんそれだっていう話があるんだよ、これが一緒にだから長嶋さんが松井君と同席できないときにでも松井君はやっぱり毎晩練習するわけですよ、その時に長嶋さんがだから松井君のスイングの音を電話で聞いて <laughs> うんそれだねっていうその感じっていう話があるよね。<laughs> そ,れそれと似たような話で <laughs> 高遠力ってお相撲さんが昔いてねその頃のあのお相撲さんの英雄が輪島さんでいて、は、輪、い、島さんもね、うん、なんか遠征先で電話してて、うん、高遠力が輪島さんに電話したらしいんですよ、うん、でいろんな聞きたくてねで公衆電話しかない時に、うん、宿舎ですからね、うん、で高遠力がもうお金なくなっちゃったんで。うんはい さんもうお金ないんですいませんって言ったら和島さんが「いいよいいよこっちからこっちで入れるから」ってたらプーって切れちゃったって大体その天才っていう人はそういう人もいるんそうだねその感じだねまあでもさなんか長島さんみたいな感じじゃないとさあの頃のジャイアンツの監督とかってさ だからとまんないんじゃないかなとて、トラちゃんが来るとか言ったでしょ。落合さんもいればさ、清原もいればさ、義信が若い頃とか、松井くんもいたりしてさ、こうどうどう、原さんもいましたし、あ原もいたしね。もうなんか大変じゃないですか。これななんもう何もうやりたいにやってくださいって感じしかないのかね。まあ落合さんはそうだったですね。でも長島さんって公式戦 ホームラン1本しか打っていなくて、うん、その最後のセンターバックスフィールに大宮球場のそれを立教大学の,あのスカウトの人に見られてて、うん、そこから長嶋茂雄さんが始まるって知ってまたんで、ね、桜高校,桜高校ここで、まあ、その試合は関東大会に出てきてその試合は負けちゃうんだけども、はい、最後の打席にたまたまホームランを打ったのをたまたま見てた人がいて。うん そこからあの桜高校に流し回っているんだっていうので、はい、立教に行ってですよ、うん、で立教のまあ僕らでいうセレクションですよね、はい、僕らにあった、うん、まああのプロでいうとプロテストみたいなところ行って、えー、順番で言うと2番目1番目は杉,杉,下あ杉浦さん 2> はい、はい、で2番目で、はい、あの立教に行って砂越、はい、さんに会って、はい、それから長島茂雄さんが始まるっていうね。はいうん 不思議な人な人んですよねすよだって僕らは埼玉県だったからあの当時の大宮県営球場ってあそこで野球やってると年配の人はみんな言ってるんですよ「ここで長嶋がセンターに入れたんだよ」っつってね<ー>だけどねあの球場意外に狭かったのよ<ー> <laughs> センターがね1 0 5ー,ーぐらいしかなかったんですよ実際だからまあまあでも当時だったらね昨日バットだからあの十分な野球場なんだけど意外にコンパクトだった 高校生でセンター入れるって大変なことなんだけどでも、あそこは割とコンパクト小さかったから、うん、あのホームラン入りやすい球団だったかもヤクルトの凄さは大体、うん、鳥谷をみんな見に行ってて早稲田のね、はい、で鳥谷をみんな見に行って,てショートででもセンターにちょろちょろ,ちょろ早,早いやつがいるんで、うん、あいつ取っとけって取ったのがドアラフト4位から5位で取ったのが青木だから。 ああそかうか、ん、でちょうど僕の時アジアに小池っていうピッチャーがいて、はい、左ピッチャーはい、はい、これ8球団か何球団冷たいぐらいねね示された,、うん、された小池をみんな見に行ってたんだけども、うん、下手投げで、うん、変な投げ方これなんか中継かなんか使えるんじゃないかと取ったのが高津慎吾だからねそう,そういう意味ではヤクルトっていう球団は、うんうん あのスカウト陣大したもんだよね、意外と。うん、あの青島健太を取ったりね、うん、ドラフト外で全然戦力にならなかったもんな、うんまあ、ドラフト外で正解だったんだけ山田にしても取りたいと思った1位選手を外して外して山田だったりね。うんうん、村上だって 違う選手を取りたかったんだけども行って行って外して村上ですからそ,それトラちゃんでもさ野球界のあるあるだねあるあるです、ね、あるあるなんだよ、うん、でもう一つはそのドラフト1位とかで行ってもう期待を背負って <laughs> もう順風満帆に育つ人もいるんだけど実はドラ1とかは逆に期待大きすぎてうまくいかないっていうパターンもあるしね、うん、だ,だけどそのかえって会の人たちの方が ある種のマッケージ魂というかねいくぞっていうのはそっちの方が伸びるみたいなのはまたあるじゃん一番わかりやすく言ったらイチロー君なんかはね4位かでしょ彼なんかもねだからそういうこれはでもプロ野球あああるるででですすねもれ眼鏡のキャッチャーがだめだて言いながら取ったのが古田敦也だしオリックスはその物語がヤクルト多いんですよね。その オリックスどのぐらいあるかわからないけどヤクルトにはそういう物語がいっぱいあって、うん、すごい球団だなと思います。<ー>そのドラフトにまずあるね。